進撃の平手になるかもしれませんが、どうか温かい目で見守っていてください。実は羽生瑞穂の妹でした。今まで黙っててごめんなさい。以上、平手友梨奈でした。おお、久しぶり。あれ久しぶりね。なんだな、なんで久しぶりに会ってたの。一番遠くにいるじゃん。嬉しいよ、おじさんたち嬉しいよ。あ、そう、見てたこれ。あ、あの先週、あ、間違えた。先週のね、オンエア的なことを考えたら、ちょい前だよね。いいよ、ちょい前ね。ちょい前ですね。ちょい前、何だ、ちょい前。一番最近放送されたやつは見ました。何やってたっけ。ペアロケのやつだったんですけど、私のやつは。戦うやつだ。はい。そうだそうだ。面白かったでしょ。あ、面白かったです。面白かったね。最後ね、アイドルがボリボリ虫食べてるっていう。そうだ、気持ち悪い。そうだよ、すげえ言われて、あれ、いろんな人になんか大丈夫あの子ってクレイジーだよねみたいな。それを見てたね、平手もね。あ、そうです ね、 ね。よかったな、あの映画見てよく戻ってこいと思ったよね。私も食わされんじゃねえかもしれない。やってる。SNS はやってないです。お、何をやってんの。何を。うん、いやいや、SNS はやってないですって言い出したの君の方だからね。ブログ。あ、ブログは一応あります、ね。うわ、やってる、はい。つむつむ、つむつむやってる。つむつむ、あ、つむ、あ、僕ね、つむつむはやってます。つむつむ関係ないです。今、え、ちょっとジャンル違うんでね、黙らっしゃい。はい。え、でもつむつむは関係ないよ。つむつむいいよ。美容室行ってる時、次行くね。面白いよね。はい。ではなく女優としても活躍。2年前、映画初主演を果たした時にはグループのセンターに立つことについて語っていました。プレッシャーは全然感じてます。本当に時と場合によって全然違うんですけど、やっぱり映画はやるやらないを決める時にすごい、あ、どうしようかなっていうのはすごく悩んだし、センターに立つのも、うん、結構もう結構ずっとやってるんですけど、意外とライブの前に思ったりだとか。もしさ、志尊君がウエピョンみたいな喋り方したらどう。ちょっとやってみて今みたいな。でちどう。お前舐めてんのか。どう、それでどう。休みに何してんの。俺そんな聞き方しないんだよ。別に受け付けてないから。どうえ、なんか、なんだろう、もう潤くんの多分オープンでいてくださったからこそ、多分自分もなんか話さなきゃというか、オープンで来てくれたからとか、はい。その申し訳ない、そのやっぱね、志尊君はやっぱ爽やかな顔もしてるしね。でもしかもまあいい人だと思うんです。だからそういうのもあんのかな。もともと顔がかっこいいとか。で顔で選んでるの。岡田君じゃなければ上田でもいいわけじゃない。そうそう、なんで、なんで上田だったらダメなわけ。じゃあダメとも言ってねえじゃんか。いやいや、ダメなのよ。ダメじゃないよね、平手さんね。ダメみたい。パパっつったらガーみたいな。ちょっとそのシーンやってよ。出てきたところ。やってよ。見たい。まあでも見たい。ごめんね。どうしようと平手さんのリアクションは確か見たい。それどんな感じだったのかって。落ち込んでる、落ち込んでる。こんな感じ座ってて、こんな感じ座ってて、メイクさんと喋ってて、僕この辺に。じゃあお前メイクさんできる。メイクさん。ちょっと平手さん、あいつメイクさんだと考えてちょっと話してもらっていい。メイクさん知ってんの。ちょっと行くよ。あいよ、スタート。メイクさん、ちょっとだから。もうちょっとやっぱ明るめにした方がいいと思うんだよね。あ、ここ、うん、ですか。明るめにした方健康的に見えるし、うん、だからもうちょっとピンクも入れた方が、うん、健康的に見えるし。ドライヤー、誰ドライヤー片付けました。もう帰っていいですか。アシスタントかな。アシスタントはね、はい、先輩よりも先に帰ってダメだから。すいません、うん、なんかね、あんた見てるとなんと昔のね、自分見てるみたいなんだよ。いや、三河さんです。お言葉ですけど、こっちだってやってやるっていう気持ちありますし、マリコ先輩のスタイリング。お願い。あんた見てると本当にね、昔の自分見てるみたい。お前もこうだったのかよ、昔。ごめんね、ちっ、本当にもう頑張るから。どうだろう。うわあ。ああ。いや、ちょっと待って。無理ですね。
そういう芝居できないんですよ。前段の下りがもうわけわからなすぎて。そうそう、長内さんとアシスタントのやりとりがもう。